速稼塾の久保です。今日は大統領選がありますんで、FX の相場解説はお休みさせていただきます。まあどんなね材料が来るか分かりませんからね。そしてねその代わりなんですけども、現在 FX の基礎講座をやってます。そちらの方でまず最初の1ヶ月が終わりましたので、まあ1ヶ月っていうかね、1ヶ月の半分が終わりました。16日が終わってテストが終わって、だいたい今ね20日間が過ぎたところなんですよ。ここまでの感想を皆さんからいただいてますので、一部取り上げたいと思います。まずね、基礎の基礎を徹底的にレクチャーしていただきましてありがとうございます。テストで曖昧だった知識が顕在化していきます。後、あと2ヶ月間よろしくお願いしますということですね。こちらこそです。やっぱりね、基礎の基礎を確かめるためには、誰かに問題を出してもらうっていうのがいいかなと思うんですよ。で、その問題によって、あ、ここはできてなかったな、ここは自信がないな、ここは大丈夫だぞっていうふうな3つに振り分けられます。これをずっとずっと固めながら一歩ずつ進めていくことが大事なんじゃないかなと思いますよね。で、次。基礎的なことでも分かっていたつもりでも勘違いしていました。そんなところもありました。動画での短めな講義なので復習もしやすいです。これからもよろしくお願いします。はい。毎日の動画は1分、長くても3分で収めてますんで、ちょっとした隙間にね、パッと聞くことができますし、繰り返し繰り返しやることもできます。これが最初16話連続できますので、16日間連続。まあ全部聞き直しても16話全部ぶっ続けでやっても1時間はかかんないなという構成になってますね。はい、次です。学生時代を思い出し懐かしいです。 FX の力がつくようにこれからもよろしくお願いしますと、はい、授業をしてテストをする、この繰り返しってのはまさに中学校とか高校のねなテストみたいな感じですよね。学生時代を思い出しますよね。はい、こちらからもよろしくお願いします。次、1日数分でまだ初級編ですが少しずつ成長していると思います。頑張りますのでよろしくお願いします。前向きですね。素晴らしいと思います。次、日ごとにテーマを与えていただき、それをノートに手書きで写して学んでいく作業は実に数十年ぶりです。新鮮で若返った感じ。そうなんですよ。この新鮮で若返った感じで、いつもね、フレッシュに学べるっていうのも私のちょっとした工夫だと思いますんで、このままね、受講し続けていただけると幸いです。次、毎日少しの講座ですが、だんだんと詰まってきているという感じです。うん。油断すると置いていかれそうなので、何としてもついていこうと思ってます。はい。これね、本当に1日はちょっとずつなんですよ。でも、3日目とか5日目になってくると結構やったなって感がもうすでにあるでしょ。これが詰まってきてるって感じなんですよね。遅れないようにね、ついてきてくださいね。次、初心者ですが何か少しずつつかめている実感があります。これつかめますよね。だって1日1分の学びですからね。1日1分のことを勉強して、それを何日か繰り返していくと、それはね、身につきますから。これ FX がね、勝利に向かう第一歩だと思ってやっていただければと思います。はい、次、基本に立ち返られて楽しかったです。毎日無理なくでき、これからも楽しみにしています。で、皆さんね、楽しいっていうキーワードね、嬉しいってキーワードね、入れてくれてますね。楽しいか、楽しいってキーワードね、これが大事なんですよ。学ぶことが楽しければ、あとは実力がついていくだけですから。もうね、苦痛とともに努力して学ぶっていうのはもうちょっと旧時代的なスタイルなんでしょうね、きっと。面白く楽しく身になる、身につく、これがいいんじゃないかなと思います。もう一件だけ読んでみましょうか。動画を見ていると簡単そうなんですが、テストになるとやはり難しいですね。動画だけではなくテストは必要だと実感しました。まだまだこれからが大変だと思いますが頑張ります。はい、皆さんね、頑張るという言葉をね、ここで、使ってくださってます。最初の16日が終わって、それだけでもね、大したもんですよ。で、テストを受けてみて自分の力を振り返る、さらに頑張っていくぞって形で、今第2章が始まっているところだと思います。本当皆さんね、これからもよろしくお願いします。ということでね、 FX の基礎講座50講を今からでも希望することができます。もし希望される方は動画概要欄の私のね、メールアドレスが書いてますので、そちらの方から FX の基礎講座お問い合わせという形で文章を書いていただければと思いますので、よろしくお願いします。文章は長くなくてもいいですよ。 FX の基礎講座教えてくださいぐらいでもいいと思いますんでね、ぜひメールの方いただければと思います。いつからでも学ぶことができます。また失礼します。